月6日から第32回宮様スキー国際競技大会がスキー王国スウェーデンのラルソンとイエルンベリー、フィンランドのハクリネンなど北欧6選手を迎えて札幌で開かれました。好天に恵まれた第2日、注目の15キロレースのスタートです。アメリカのスコーバレーで開かれたプレオリンピックからの強行軍に疲れも見せず、ハクリネンら北欧選手は日本の誇る松橋宮尾らと激しいレースを展開。地形に応じた双方の転換をよく生かしたスウェーデンのイエルンベリー、松橋もよく頑張っています。結局ハクリネンがイエルンベリーを抑えてゴールイン。松橋も第3位に入り、ハクリネンはさすがに本場の実力を見せました。大会最終日の8日、突風に悩まされる大倉山シャンツェでは複合と準ジャンプが行われ、日本の佐藤選手が 70.5 メートルを飛んで昨年に次いで優勝。ジャンプに出場したただ一人の北欧選手、フィンランドのバルカマは最高 62.5 メートルを飛んだだけで意外に振るわず5位に終わりました。